皆さんおはようございます。今日はですね、12年前の私のブログ記事を今見ておりまして、ちょっとご紹介させていただきます。七尾のカラーエッジ CG211 を買いました。これ私のブログです。はい、2007年12月20日七尾の液晶ディスプレイ CG211 を買いました。ででん。お値段26万4000円とドン引き価格です。はい、こちらですね。この背景見ると、これ今と同じ愛知県のうちですね。はい、滋賀時代じゃないね。で、縦位置デュアル方式にしましたって。当時使ってたのが L885 って、これはまあ同じく当時7を今は映像のフレックススキャンっていうモデルのモニターですね、と縦並びにして表示したということですね。うん、色はハードウェアキャリブレーションで、正確、色ムラ、輝度ムラともになし、パネルは液晶界のフローライト、IPS パネルでポスター貼り付き状態、ガンマはウェブも意識して 2.2 の 5000K で合わせていますが快適です。特にハードウェアキャリブレーション後は、この色が正解なんだという絶対的な信頼感が得られます。オフィスでの仕事用に皆さん買えるわけない、一人一台ずついかがでしょうか、という感じでね。まあ12年前のブログ記事だから、まあ僕が32歳とか、はい、ぐらいの時のブログですねをご覧いただきました。でこの時の CG211、 12年前に買ったモニター、これがですね、今私が睨んでるこのモニターです。つまり12年間ずっとね、同じモニターを使い続けてるっていうことになるんですよ。はい、でこの映像のカラーエッジの当時のこの IPS パネル、 IPS パネルって言ってもね、国産なのかそうじゃないのかっていうの で今ね、もう国産の IPS パネルってなくて、当時のこの L997 とか797もかな、あと CG211 とか221っていうのはすごく希少、なレアな、国産の日立とか、まあシャープの IPS パネルっていうのを使っていまして、当時のモニターがすごく今ではね、もう現在入手不可能で、当のその映像、今使ってるその作ってる現行機でもですね、このまあ国産の IPS パネルっていうのはもう今使われてなくて、はい、なので私ね、数年前にこの CG211 が好きすぎて、この右にもう一台ですね、同じ CG211 っていうのをヤフオクで購入するに至りました。はい、なので今この12年前に買ったモニターが2枚並んでる形になります。はい、そんな環境下で作業をしています。当時は26万4000円出して買いましたが、まあ、最近ではヤフオクで出品さえあれば、もうそれこそ 3,4 万ぐらいで入手できるということで、私がこんだけリスペクトしているモニターなんで、まあ、あの色のね、リファレンスモニターっていうものをね、まあお安く買いたい方はおすすめしておきます。ハードウェアキャリブレーション対応してますし、とにかくそのパネルの品質がいい。IPS ってもう今やね、巷で溢れてますし、色度変異がないとか、で、あとはハードウェアキャリブレーションだから、その内蔵のあのセンサーがついてて、ニョキって伸びてね。で、測色してくれて、まあ、すぐ狙ったターゲット値にね、構成してくれるっていう。まあ、今それが結構当たり前になってはいるんですが、それでもなおね、この時でしか手に入らない良質のパネルを使ってるということで、やっぱりね、液晶モニターはパネル品位だと思うんですね。はい、ですので今後もね、この CG211 っていうのは使い続けていきたいなと思っております。はい、そんな中 CG211 をね、こよなく愛する、そんな中ですね、私は1台のモニターをね、今からポチろうと思っております。でやっぱり私は映像のモニターが好きなんで、モニターのメーカーは映像をポチります。はい、ってなわけでちょっとね、サイトの方を飛んでいきます。映像の、いろいろこうラインナップがありまして、スタンダードモニターがフレックススキャンで、カラマネモニターがカラーエッジだから、カラーエッジがまあ一番まあハイエンド、あとはもう特殊分野、医療とかね、手術室向け映像ソリューションとか産業用モニターとかいろいろありますけど、まあ、一般的にはカラーマネジメントモニターですね。はい、ここをクリックしますと、はい、こんな感じでずらずらーっと並んでます。うん、
で、いずれもね、やっぱり最近の中国産とか韓国産とか、そういうものと比べるとお高いのかな、はい、そういうイメージがあります。ただですね、まあいろいろ理由があって、やはり、モニター買うのは映像かなと。で、今回は業務用途ってことで、ちょっとね、今私これずっとクロマキーで私、右下に寄せて表示してますが、このモニターのキャプチャーご覧ください。私のこの CG211 っていうモニターは縦横比ね、モニターの縦横比が横1600、縦1200なんですよ。なので、一般的な最近のモニターからするとちょっと縦長、ちょっとスクエアに近いで、今のモニターはちょっとこう横長なんですね、はい。それなんでかっていうと、映像のその、まあ、映像って普通のビデオの1920とか、縦が1080とか、はい、もしくは1200とか、そのあたりのアスペクトに合わせているんで、やっぱり横長になっていくわけですね、はい。なので、当時の私の持ってる CG211 っていうのは1600-1200なんで、縦横比がちょっと違うんですね。私の今これ表示している、キャプチャーしているモニター画面、これをそのまま、YouTube で私が普段配信発信している1920と1080の結構横長な映像に合わせると、こんな感じでね、右にかなり黒い隙間が空いてしまうんですね。うん。で、今後いろんなクリエイトをしたりとか、コンテンツを作ったりとか、まあ、なんやかんややっていく上で、これはやっぱりちょっといただけないなと、はい、いうことをずっと問題視してまして、問題視ってまででもないけど、いずれはね、1920縦1080のモニターが欲しいなと思ってたんですよ。で、私数年前にいつだったかな、4K モニターを買ったことがありまして、でモニターにはとにかくお金突っ込むべきだっていう私ポリシー持ってて、当時ね、これ CG248 か 2474K っていうのを買いました。 HDR 表示対応っていうふうに書いてあるんで、いやー、これ買ったのか1個前か分かりませんが、これを買いました、はい。ですが、まあ諸事情があって、すぐ手放しました。まあそこについては特に触れませんが、まあ高い買い物したなということで、結局ね、私が 4K モニターを使うことはなかったんですが、今そんな今ですね、そういう仕事で、まあ、必要な用途がありまして、買うことにします。はい、いろいろ考えた末、購入を決意いたしました。私が欲しいモニターはですね、こちら CS2410 という Adobe RGB じゃなくて sRGB のモニターをポチろうと思います。はい。カラーエッジ CS2410。24.1 型カラーマネジメント液晶モニター。オープン価格、映像ダイレクト販売価格49,800円。税抜きね。はい。今年の3月19日に発売されたばかりなんで、私って、ウェブに向けて普段コンテンツ、つまりその YouTube 動画と、まあ、この動画もそうです。はい。とか、あと映像作品作る上でも、まあ、よっぽどその Adobe RGB を前提にして、クリエイトはしません。はい。これは写真でも一緒です。天体写真でもやっぱり見せ場となる、ブログなり、まあ最近やってないけど Facebook とか、何やるにしてもまあ sRGB で最後出していくっていう、うん、そこのワークフローは変わらないんで、クリエイト目線で言うと、まあ、特にね、出力するとかっていう用途はない、ない、ないことはないけどね。まあ、sRGB で十分ね、天体写真においては事足りるんですよ。色域的にね。はい。ですので、私はずっとこの CG211 という、sRGB モニターを使ってました。ですので、カラースペースについてはもう sRGB で OK です。はい。逆に Adobe RGB モニターを買ってしまうと、ちょっとね、これ奥深い、ここに触れるとね、かなり時間かかるんで、ちょっと省略しますが、まあ、なんせね、私的には sRGB のが都合がいいんですね。Adobe よりも。はい。Adobe が同じ価格であったとしても sRGB を選ぶと思います。はい。で、そんな中で CS2410 っていうのは sRGB。で、対して、CS2420 っていうのがあって、こちらは、倍まではいかないけど、7、8万するんですよね。で、こちらが Adobe RGB のモニターなんですよ。で、どちらを選ぶかっつったら、もちろん私は Adobe よりも sRGB だし、で、安い方がいいしってことで、もう必然的にこれになっちゃうんですね。はい。で、この24インチモニターですけど、私がなんでこれを
入手しようかと思ったかというと、決定打となったのはこのスペック見ますと、この表示領域のこのモニター、液晶パネル自体の長さ、横幅、縦幅、うん、これが私が今持ってる CG2112 台並べてますが、この1枚をうち1枚をこの新モニターにあの交換しようと思ってるんですね。その時に横並べした時の縦幅がね、はい、大体まあ同じぐらいになる、24型では珍しい縦幅かなということを思います。大体24インチってね、案外ね、この私が持ってる21インチモニターの縦幅よりも実際には潰れちゃってね、あの意外とこう縦幅が短いものが多いんですよ。はい、でそれに対してこの CS2410BK っていうのは縦が結構長い。はい、で、解像度がですね 1920×1200 あります。ですのでフル HD コンテンツを作る、うん、YouTube でのこういうやつも含めてですね、今私 OBS 上でこれ録画してますが、これね、まあ、左右にすることができますが、もちろんねこうやって引き伸ばしてこういう風にねやることもできます。はい、ただやっぱり水増し感、解像度の水増し感というのがやっぱ出てくるのと、まあいろいろねやっぱり今後付き合っていく上で、まあ、そこの縦横っていうのは必要最低限横1920は欲しいなというのがありまして、まあいろいろちょっとねややこしいこと言いましたが、まあこの度ねこれをポチろうと思います。はい、でこれハードウェアキャリブレーションモニターです。はい、ですのでソフトウェアで OS レベルで何かこうガンマカーブを曲げたりとかそういうことをしなくて済むんで、まあ今ではね結構カラーマネジメントモニターっていうのはまあ当たり前になってますが、まあ、特にこの映像のカラーマネジメントモニターっていうのを私はかなり、信頼を置いてます。世の中にはねもっと安いやついっぱいあるのは知ってます。 4K モニターで30とか40インチとかそういうのでめちゃくちゃえげつないぐらい安いやつがあるのも知ってます。はい、その上で、あえてこれを買うというね、はい、そういうポチりです。細かいこと言い出すとね本当キリがないんでね、モニターについては詳しくはね私の過去記事、この星の牧場のね私が、いかにこの液晶モニターを愛しているかっていうね、はい、そこについて触れてますんで、気になる方はね、過去ログを見てください。はい、で映像のねこのモニターを今すぐ購入ということで合ってるね、2410、はい、これ今から買いますよ。在庫あり、販売価格 49,800円、税込みで 53,784円。はい、でショッピングボックスに入れる。あれさっきねテスト的に入れたんでね、これ2個になっちゃった。2個もいらないからね、1枚削除して、でご注文手続きに進む。はい、住所が出てきました。住所 OK ですね。で商品 OK ですね。買うよ、本当に買いますよ。オンラインクーポンコード、オンラインクーポンとか持ってないね。でお支払い方法の選択、クレジットカードですね。で注文確定する、あもうここか、ここで終わりか。うん、緊張しますね。はい、じゃあ姿勢を正して、モニターね、まあ言っても5万ちょっとのモニターですが、はい、うん、ポチりたいと思います。ポチ。処理中。あ、まだだ。まだワンクッションあった。カードのね、番号ですね。これでいいかな。あ、ご注文ありがとうございました。あ、出ましたね。あ、よかったよかった。はい、ご注文ありがとうございましたと表示されましたね。これで、無事ポチリが、完了いたしました。いやー買っちゃったね。まあ前々から欲しいって思ってて、うん、でもね、まあなんだろうね、必ずしも絶対必要っていうわけでもなく、今これご覧いただいてるように、まあ左側に寄せることによって人物っていうのがね、私をこうやってクロマキーで右下に置くんだったら、まあ、むしろ好都合であったりはするんですが、ただねやっぱりね、いい加減ね、横1920のモニター、
以前 4K 買ったことあるんですけど、 4K を買って1920にスケールダウンというか解像度をね下げることもできるんですけど、やっぱり一番いいのはネイティブで使うっていうのがいいんで、まあ今回は横1920で、縦は1200なんで1080よりも若干多いですが、まあそこは画面キャプチャーする際に、縦を1920じゃなくて1080に指定してやることもできますし、まあ何とでもなるんでね、そこはね、はい、大は小を兼ねるんで、今回は1920、1200のモニターを買いました。はい、てなわけでまたね、物が届いたら現物を並べてどんなもんかっていうね、そこについて、まあそんなに詳細なレビューをやる気はないですが、まあとりあえずね、今日は仕事で必要な映像のモニター、私の好きな映像のモニター CS2410BK というね、はい、モニターを購入しましたと言ったお話でした。はい、もしねこの動画が良ければチャンネル登録、あとグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。あとね、当店でパイロットフライジンバルを扱っておりますので、ぜひね気になる方はショップページご覧になってみてください。はい、そんなわけで本日は以上です。ありがとうございました。